ちまきをしろということで、僕はやっぱりね、そのちょっと今超テンション高いわけよ、まあ、超テンション高くてお隣さんからね、石ころをね窓に投げられちゃうんじゃないかくらいテンションが高いわけでしょ。テンションが高いどういうことか。そう、テンションが高いということなんですよ。やっぱりね、最近僕面白くなくない？なんかさ、物食べてるだけでそれじゃダメだよな、テンション高い俺も見たいよなっていうことでね、もうすごい速度で今日はね、すごい速度、まあ俺の 100% を見せていこうと思う。やっぱり俺まだね、フリーザさんで言うとマイナス36形態くらい、もうね、もうこれだからね、もうこれフリーザさんで言うこれだから、ちょっとね、面白さ解放していきたい。面白さ限界突破。これでね、いろんな有名 YouTuber がおこいつやるなって思って売名していこうかなと思って、売名して早く人気になってね、お金欲しい、お金欲しい。俺はやっぱりね、その趣味が結構あるんですけど、お金がないゆえに趣味ができない、趣味がない状態なのさ。お金のかかる趣味ばっかりで何かを集めるとか、僕やっぱり集めることが好きで、物を集める、物コレクターなんですよ。やっぱここ見えないと思うけど、あ、見えないのか、そこ、ここが見えないのか、この辺にね、本棚があるんですけど、まあ、この本とかも、読むわけじゃなくて、ただその表紙とかに惹かれて買ったんですよ。まあ、自分のお金じゃなくて親のお金なんですけどね。はい、ということでね、まあ、こいつドラッグやってるんじゃないかなって思いますけど、電子ドラッグね、ラッキー&ヘブン、ザクロマニオンズ、好評発売中って、さらっとステマの常習犯っていうことでね。いや、なんかこうなんかいい流れで一発ギャグみたいだけど、無理やりねじ込んでね。ねじ込んだけど結構さらっていけたみたいな一発ギャグでしたけど。はじまさんほっす。はじまさんほっす。ということでね、まあ、今までいない形の YouTuber っていうのが僕の理想形であって、まあ、それが早口系 YouTuber でもいいけど、全て の YouTuber の悪いところをギュッて集めたのが僕です。僕ですって、この指気持ち悪いね、チョキンチョキンチョキンでね、チョキンってスパスパスパですよね。いや怖い怖いってね、いやブラックジョークを可愛い擬音で隠すな、可愛いオノマトペで隠すな。何を言ってる方がね、まあ、36割なんですけどね。いや、ブルゾンちえみの35にかぶりそうになってからって1足すな。ということでね、やっぱり僕はね、100% 見てほしいんですよ。 100% を見てほしくて、やっぱ 100% うわ、こいつやべやべやべって、ね、なってほしいんですよ。やっぱ僕の 100% を見てほしいで、 100% を見て、今チャンネル登録者38人か、その人たちが全部いなくなればいいなと思ってます。やっぱり、ね、今までとは全然違うんですよ。やっぱりそのなんつうでしょうかね、ハイテンションじゃなくてローテンションでね、バラ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 って感じでやってきたんですけど、バン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 って感じでこれからやっていこうかなと思って、やっぱこのスタイル好きなんだな、このスタイルが好きなんだ、どのスタイルが好きなんだっていうことでね、そこで下ネタっていうか、そういう系のネタを挟むのをこうね切りました。いや、まあね、まあ、何かを見返すわけじゃないですけど、牛角の焼肉見えるかな、見えないよな、ね、こういつでもこうやってボケれるようにやってるけど見えないんだよな、残念、ザザンザンザザン残念。僕のね、今の動き全部 100% 捉えられてないと思います。こうね、ほら残像ですから、何をやってるんだ僕は。ということでね、やっぱりそのなんつうでしょうかね、まあなんつうでしょうか、僕はやばいんだぞと、僕はすごいんだぞと、すごいすごくはないな、やばいんだぞということをアピールしてってね、どんどん宣伝していこうかなって。あー、瞬殺のコルバルト3代目名乗りてーっていうことで、名乗って売名してーっていうことでね、これでどうだ、頭おかしいだろということでね、いきなりピコピコハンマーが出てきたら叩くこの速度世界一。いやー、やっぱね、久しぶりに僕の 100% 出したくなったんですよ。やっぱり僕もそのなんかいつもね、こっちに冷蔵庫があるんですよ。冷蔵庫とここのになんかね、道があるんですよ。ゴーイングマイウェイね、我が道を行く画像があるんですけど、まあ、そこをいつも歩きながらこうやってね喋ってるんですよ。で、僕たちやってるんだけど、やっぱりそういうの動画出してない、なんでかって、こう僕、あ、見えないか、見えるようにしろ、念でね、脳内再生しろ、ここで撮ってるんですよ、わかるかな、あそこでこう撮ってるの、そこで撮ってるんですよ。そこで撮ってるといつも座って、どうも、はじめ教授ですみたいな感じでやってるんですよ。はい、だからその動けないと、フン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 って言って、今日は結局やばいな感じで、ろれつが回んないってことは、俺が電子ドラッグ、いや、ドラッグをやってるんじゃないかなと疑われてしまうんですけど、本当にやってないですよ。ね、多分、電子ドラッグじゃなくて、多分精神病です。精神病ですごいおしゃべりが好きなんですよ。喋ることが好きなんですよ。なんで、有名 YouTuber になりたい、人気 YouTuber になりたいってね、YouTuber と喋りたいからなんですよ。やっぱりそのね、オフパコとかいろいろありますけど、そういうのよりも俺は人が話してるところが好きで、その人が何を考えてどういう活動をしていこうとしてるのかっていうのがすごく聞きたくて、やっぱりその YouTuber 好きなんですよ。 YouTuber どんな考えて、どんな、もうだって絶対そのプライベートの方がもっとすごい何かが隠されてるわけじゃないですか。そういうの見ていきたいなと思って、僕は有名 YouTuber になりたいなと思ってね、でね、
やっぱりこれから僕のなんか今ちょっとすごい、これ黒歴史になるかもしれないけど、しょうがない。俺いつも動画見るとすごい体のキレが悪いんだよね。うん、残念残念ザ残念っていうことね。いや無理やりだな、ザ残念ってな、怖いな。まあ、これ僕が映ってるか分からないんですけどね、ダヴィンチってことでね、あのむちゃくちゃな、ボケをしました。はい、多分ね子供も笑いませんよ、ダヴィンチーっていうボケね。あ、どんどん使ってください。著作権フリーのボケです。でも有名 YouTuber さんがやった暁には僕のチャンネル貼ってください。ダヴィンチーっていうボケの人のチャンネルみたいな感じでね。いやーどんどん、でもね僕もね最初の頃はねコメントでね売名してた時があったんですよ。僕のチャンネルを登録すると単純にゴムが好きになるっていうね、需要と供給なんてものをぶっ壊したようなね文を作ったんですけど、本当びっくりした。でもねそれでも誰も来なくて死ねっていうコメントがいっぱい書かれてたんですけど、やっぱね、で、まあ、来る案の定、まあ、その時に僕がやってたのが中華あんかけ食べてみたって、中華風あんかけという名の希少水を食ってうーっていうね、本当にやばい動画を撮ってたんですよ。最近広瀬すずを摂取してみました。いやまずこのタイトルやばくね、広瀬すず摂取できるんだってね。まあね、それ性犯罪ですよみたいなね、恐ろしい醸し出す、何を醸し出してるんだろう、まあやばい、まあ、やばいよ醸し出すタイトルにしたんですけど、それがなんと120回生数って、120回生ってね、やばいですよね。120回、もう120歳ですよ。大学120歳、いやちゃうな、何歳だ、大学138歳か、うん、すごいな。金さん銀さんもびっくり、やめろ、個人をネタにするのはやめろっていうことでね、個人をネタにするのはやめろっていう風潮が来そうですけどね、ごめんっていうことでね。ね、まあそういうことで、まあバババン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 ボンって言って、すごい今日はなんか喋りたいなと思って、この動画を機に、おやばいやつある、わこいつ面白いって思ってもらいたくて、面白いって思ってもらいたいんですよやっぱりね。うん、でも見なりとかね、このデブやばいでしょ、このデブ、この腕、あやばいな、これ腹映ってないか、このデブ、痛い。いや今日はちょっとね、なんかランナーズハイじゃないですけど、結構もね、まあ、さっきね僕はすごい引きこもりなんで1時に起きたんですけど、まだ3時間しか経ってないので、ね、脳がゴルルルルンって回転し始めました。どれくらいの回転率かというと F1 です。はい、難しいですね。いやーやっぱりね、その最近チャンネル登録者数がめっちゃ伸びてるんですよ。あ、俺認められ始めたなって、まあそらこんな逸材ほっとけないよなみたいな感じで思ってるんですよ。でこの今のね、音を聞いた皆さんはキモって思って今ブラウザバックしてると思うんですよ。でももうブラウザバックも古いんですよ。こうですからね、 L してますから。 L って何、こっちかな、まあ動画ってやるとこう、これ押すじゃないですか。これスマホで YouTube アプリだと、いや手相見せてるわけじゃないよね、下見せてるわけじゃないからね、こうスマホ YouTube アプリのスマホは見えるかな、ここ、まあ、遠くなるっていうね、見えるからで遠くするってね、嫌がらせですよね、ド S っていうね。いや明らかにド S じゃないみたいな、これ YouTube アプリで、あこれが面白い動画です、これがつまんない動画、まあ、つまんない動画、あ、まあ寄せ声バンキーしたとしますよ、これがつまんない動画、ここが面白い動画、まあ面白い動画が、まあ、トミックさんの動画だとして、あこれ見ようって思って見れるじゃないですか。でどうもトミユミジェイでしょって、ここら辺に画面出るじゃないですか。やっぱつまんないって思って、シュッて下にやるんですよ。でこれシュッてやる、行為ですね。でもなんか YouTube アプリの俺のはなんかね、キュッてやるとなんかバツになるんですよ、バツボタンを押すっていうね。まあ、ブラウザバックって言葉はね、古いよってことで、ね、でもやっぱり僕のヤバさを知ってもほしかった。あ、俺はヤバいんだぞって、こんなヤバいやつ、こんな逸材いるぞということでね、まあ、コラボとかもぜひぜひね、したくないんですけど、やっぱりその YouTube で俺コラボっていうのは好きだけど嫌いみたいな。で、私生活のコラボがしたいんですよ。僕は私生活のその人のもう家具になりたいっていうね。ちょっとおかしなこと言ってみました。いや、実際こんなことは思ってないんですけど、家具になりたいなんて思ってます。こんな家具あるかってな。骨董品だぞ、これはってな。ね、アンティークの何かみたいなね、いやなんか面白そうな感じで言うだけです、面白くないです。アンティークの何かで腹抱えて笑う人なんていないでしょ、こんなんないでしょ。石像だよそれは、うん、お出た、いい例えね。いや堂々だよって突っ込んでくれる人がいたらいいんですけども、やっぱり僕はね、友達がいないんですよ。やっぱりその、まあ、1年前から僕が引きこもり始めまして、今はね中学3年生のすごい人生の大事な時期だけど、ふーんって鼻くそポンって落ちて、今日なんか面白い動画あるかなってね、人生の大事な時期にねあぐらをかいている、まあ、クソ学生で、まあ、最近はね、どこの学校に行くかっていうとね、あんま行っちゃダメなんですけど、まあそのね、僕なんか対人恐怖症でまず面接したくないんですよ、うん、僕面接したくないんですよ。
やっぱその俺人と顔合わせるの嫌いなんで、そのちょっとねやっぱそのいじめなりなんなり人間関係のもつれっていうね、いやそんな中学生が人間関係のもつれとか言うなっていうね、いやそんな勝たんじゃないっていうので、まあそのいろいろいじめられたりとかいろいろなことがあって俺人間が嫌いになったんですよ。人間が嫌いなんですよ。人間ってクソじゃないですかね。犬は可愛いから殺しちゃダメ、でも豚は美味しいから殺せみたいな、なんかそういう風潮あるじゃないですか。俺大嫌いなんですよ人間。人間嫌いなんですよ。だからその地球に優しくするってことは死ぬことだと思うんですよね人間は。でも僕はあの地球には優しくしたくない。うん、僕は生きていたい、うん、生きるの楽しい。やっぱりこうやってね話してるともうやっぱ僕今生きているから、なんか俺が死ぬ前のなんかこれ死ぬ前の遺言みたいになってんな。俺が喋りすぎていつの間にか血管がプツッみたいな感じになるのかな。まあ怖いですね。どんどん恐怖が勝ってか、ま、恐怖押さえつけみたいな感じで、いやこうこうね空気入れ場所シュッシュッみたいな感じするなっていうね。いややっぱりねそういう変なツッコミ、もう乗りツッコミちゃうちゃう一人ツッコミですね、そういうツッコミをしていこうかなと思ってます。やっぱりそのなんつうでしょうかね、ああまあそういうことで、まあ対人恐怖症なんですよ。やっぱ一時はその宅配の人もねなんかナイフ持って俺のこと刺してくるんじゃないかなっていうね。それってもうなんかパーソナリティ障害じゃん、妄想引きが強いっていうかさ、だからそうな多分そういういろんななんか障害持ってるんですよ。いじめられたらなんかその人間が、だから本当は精神病院行かなきゃいけないんですけど、俺精神病院の先生の顔も見たくないんで、俺あの医者の顔を見たくないの。まず俺何か施術してもらうものが嫌だから、俺はね、病院行くときはね、お母さんにいつも言ってんだけど、俺これかぶっていくならいいよっつって、これね、ボケてるわけじゃないんですよ、本当に思ってて。いや僕がこうやって一方的に皆さんを見るのはいいし、その医者を見るのはいいけど、でもその人もこういうマスクかぶってほしいんですよね、やっぱり。まあ、ラーメンマンあたりを買っておこうかなと思うんですけど、まあ、その人もマスクをかぶって俺もマスクをかぶりたいんですよ。なんか天竺ネズミさんのなんかあのコントみたいになっちゃいますけど、そのねあるんですよ天竺ネズミさんのコントみたいな、個人情報をって言って紙袋こうやってかぶるみたいなね、あそのさっきの顔は忘れますからみたいな、そんなコントになっちゃうんですけど、コントをお前はやりたいのかって、病院でお前はコントをやりたいのかって言ったらコントはやりたくないんですけども、やっぱ本当それくらいになんかね人の顔を見たくないです。まあ可愛い人はいいですけど、やっぱ大体その医者とかで、ね、まあ、可愛い人かっこいい人いないじゃないですか。でやっぱりそのやっぱり僕はねその可愛いメーターにガン振りしてるんですよ。やっぱり僕はねはっきり言って女性が好きだ、女性が好きなんですよ僕は。だからといってでも男性にまあ確かにちょっと興味あるんですよ。その皆さんってやっぱりその異性10、同性0みたいな、俺異性9同性1みたいなところでやっぱりちょっとは残しておこうと思っててね。なんかねそれなんかおかしくなったんですよ。俺カズレーザーさんがめっちゃ好きだな、へえバイセクシャルなんだいいなとか思ってたら、なんかちょっとその毛が出始めるっていう、なんかいいなって思った人を受け継いじゃう能力みたいなのがあるんですよ。なんかいいなって思った人の何かを受け継いじゃうっていうので、同性もかっこいい人いいな、でも俺は可愛いメーターに頑張りしていくっていうね、うん、頑張りね、やっぱ本当に頭おかしいんで、それで警察に言わないでください、なんかやばい人いますって、シャブチューがいますよみたいな感じで、シャブチューじゃないですから、変な匂いもしないです、確かに臭いですけど甘い香りはしません俺の体から。あでもちょっと甘いかななんていうねジョークをね言いつつ、まあお茶の間の笑いをかっさらっていくっていうね。お茶の笑いはお茶の笑いって何やねんそれな、物もらいみたいに言うな、うん、お茶の間の笑いはかっさらうもの、これが言いたかったんですよ。でも今噛んでしまったんでね、やっぱり僕もね滑舌が悪い時があるんです。でも今日はそこそこ滑舌はいいんですけど、滑舌がいいの滑舌ってすごい言いづらいよね。滑舌が悪いんですよって悪い人に滑舌って言わせたくて、あ言いづらいっていうのをそのなんかあるよね、絶対僕滑舌悪いんですよって人で、あこの人滑舌悪いんだなって、滑舌ってまず言いにくくない、滑舌って滑舌みたいじゃんっていう、そのまんまだよ牛滑か、はい、よくわかんないね、あのツッコミはしながらドアにツッコむっていうね、やっぱり新時代のツッコミスタイルね。だから僕もね漫才するときはドアここに横に置こうかなと思います。どうもーはじまです、どうですみたいな感じでやっていこうかな、いやこっちだぞって、お前今のこっち叩いてんだけど、どうもーツン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 、どうもーはじまーずのはじまです、どうですみたいな感じでやっていきたいですね。漫才するんだったらドアを担ぐっていうね、うん、結構怖い、あの異常現象ですよね、うん、まあね、本当にただ喋ってるだけです。でも結構これ思ったんですけど、結構でかいんですよね。ピコピコハンマーの割にはでかい。俺の名前入ってないかな。あ、なんだ。なんか変な名前書いてあった。ザンズルングルンって書いてました。嘘でーす。嘘でーす。ね、嘘でーす。うってなんか殴られて嘘でーすみたいな感じですね。違う。嘘でーすみたいな。いやーちょっとやっぱねこのことでやめようかなと思って。
やっぱりその大きな声で喋りたい、最近のすごいストレスは何も溜まってないですけど、やっぱり大きな声で喋りたい欲っていうのがね、今解放されました。喉が枯れて声も枯れた、枯れ果てた枯れ山水ということでね、枯れ山水、まあ、枯れ山水ってことで、まあ、変なイントネーションで言っておこうと思うんですけど、やっぱり僕はね、僕はね、まあ、次世代 YouTuber のトップということで、まあ、ここでね、皆様とのね、ヤバさの違い、あの、キチガイド、マジキチドの違いをちょっと見せつけていこうかなと思います。やっぱ僕はヤバいんだぞって、ヤバいやつだぞ、気をつけろみたいなね、社会への警笛みたいな、警笛を鳴らさないで壊すっていう、おお、壊したかってね、はじまマニアの人は今ね、びっくりしたと思います。警笛を鳴らすんじゃなくて壊すの、ちょっと予想できそうだけど、できなかったなみたいな感じでね、まあ、はじマニアがね、はじマニアでいいや。じゃあ俺のファンの名前、はじマニアね。いいわ、それで。はじマニアって名前にしてください。なんかはじマニアン、はじマニアンやんでいいかな。はじマニアン、クロマニオンみたいな感じで、俺クロマニオンズ好きなんですよ。で、あさってくらいにあるじゃないですか、クロマニオンズのなんかライブのチケットね、が東京あたりでやるんですよ、来年の4月に。それ取りてえって思って、ちょっと明日準備していくんですよね。ちょっと 今がそのクロマニオンズのチケットをやるためのね、ウォーミングアップみたいな感じなんですよ。ダンソンをしたいけど、人前でダンソンするのは恥ずかしいから、気持ちだけ心の声でダンソンやってる人のモノマネでした。こうでしょ、こうやって、ただこうやってなんか、あの格闘プレイヤーの、格闘ゲームのキャラクターの待ち画面みたいなね、結構強そうな魔術系格闘士みたいなね。いやー、僕格闘ゲームやってることないんでわかんないんですけども、やっぱりそのなんつうんだろうな、人気になりたい。でもやっぱりそのね、薄っぺらいやつにはなりたくないんで、まあまあ、あ、まあお金だけくれればいいですってことでね、やっぱり僕ね、提供でね、やりたいことがあるんですよ。そう、あのちょっと前に入ったバンドルカードって提供あるじゃないですか、あれ俺溶かして餅にしたいんですよ。溶かして餅にして食べてみましょうって言って、うん、あーって皮膚がドロドロになるってオチしたいんですよね、やっぱり。いやー、でもね、本当に思ってるんですよ、常日頃思ってる。あー、僕って有名 YouTuber になるんだろうなって、やっぱり異質すぎるんですよ。異質すぎる、ヤバすぎる YouTuber でね、そのただの沼じゃないんですよ。なんか計算沼みたいなね、もう計算し尽くされた沼みたいな、これなんだよ、なんかこれ画廊夫婦権みたいな感じですかね。でも画廊夫婦権の形は取らない、だって画廊夫婦権を知らないからということで、名前しか知らないということでね。でもお前これ画廊夫婦権って知ってるんだったら、その画廊夫婦権のポーズ取れよって思ってる人いるかもしれない。やだということでね。あー、もうどんどん体が熱くなってきた、冷房をつけちゃいましょうかね。やっぱその冬なのに冷房をつけるって、これもうね、やばマジキチですよ、マジキチいいわ。もう一回ダヴィンチのボケやるって言ってね、もうその一回問いかけてから見たものほどつまらないものないですけど、やっぱりその僕の 100%、 1000%、 1万%、 1万ジャンジャジャンジャンを見せたかったんで、まあこういう動画を撮りましたっていうのね、終わりに入ろうと思ってるじゃないですか。ダメです、あの僕の声帯が切れるまでこの動画を喋り続けます。はい、どうしようかな、ちょっと飲み物取ってくるわ。コーラと言ったらデブ、デブと言ったらコーラ、コーラと言ったらペプシ、ペプシと言ったらデブっていうことでね、まあペプシゼロっていうね、特効ペプシっていうやつですね。まあ特効ペプシっていうのはデブが飲む飲み物ですね。はい、バカなデブが飲む飲み物ですね。まあ僕はバカデブということでね、もう劣悪種ですよ、人間の中のバカデブですよ、バカでデブですよ、もうバカデブ、臭い、でかい、熱いみたいな、もうなんか嫌なものをギュッと集めたようなもんですね。嫌なものの濃縮還元スープかみたいなね。は、還元しちゃダメだろってね。まあまあということで、あ、やばいやばい、今水圧カッターでやられた。やばい、左半身がやられたっていうね、まあ僕のボケがあるんですよ。分かりづらいボケ、分かりづらすぎるボケ、痛いって言ってね。アナザーでも生きてたっていうところですね。炭酸の水圧カッターです。炭酸のプシュッてうわーって音でまず鼓膜切れますから、僕の場合あーって切れて、でも再生しました。一回は死んでるんです、今この瞬間。まあね、僕はね、破壊と再生を繰り返してね、バッポ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 みたいな感じで生きてますからね。いやー、難しい擬音ですね。やっぱこれはね、
人類には早すぎる動画になりたいという、もう俺人類ぶっ飛ばしてえわマジで、人類超えたい、新人類になりたいよっていうのをね込めて、まあ新人類になりたいんですよ僕は。やっぱりその人類が追いつけないくらいの速さでおかしいなことをやっていこうっていうのが僕のスタンスなんで、追いつかれたら負けなんでね。テイスティングしてます今、ペプシのテイスティング、まあこれで時給800円なんでね、ペプシテイスティングで時給800円です。まあ1時間もやってないんでお金もらえないんですけど、1年でやっと70円くらいですかね。ほんほんほんというでね、まあそんなことよりもかゆいな、ここかゆい、ここかゆい、あーなんか喋ることなくなってきたぞー、やばいバイボバイボイボバイボイボボイぞーってことで、やっぱりこの動画で、まあこの動画がやっぱ八幡さんは知らなかったけどこの動画は知ってますみたいな感じで広まってほしい動画なんですよ。今日この動画に俺は命かけてると思います。やっぱこの喋りの速さとかいつもと全然違うでしょ、いつもの始まじゃない、そう今が始まなんだみたいな感じで、それっぽいこと言ってました。それっぽいことって何っていうと、それっぽいことってやっぱ名言のね、井の中の蛙、大海を知らず猿の天の高さを知ってるみたいなやつあるじゃないですか。それっぽいことって名言っぽいこと、名言みたいな感じで言うけど何言ってるか分かんないってことを、ね、僕はどんどん発信していこうと思います。ということで、名言っぽいこと言います。努力を語った瞬間全てが崩れる、それっぽいことですね。努力が語った瞬間でも、やっぱり努力を語るってすごいね、気持ち悪い行為だと思うんですよ。マジきちいんですよ。やっぱ努力って語るもんじゃないしするもんじゃないですか。それで、ね、努力してますからみたいな、キモッって殴りたくなりませんね。ね、キモいっすよね。努力語った事件でそいつの負けですよ。努力してるからっていうのでもそこからもう全てが崩れ始めますから、俺は努力してないよふふん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 って感じでやっていった方がいいと思います。でもね、努力してないしてないって感じでやっぱそのテストを取った方がかっこいいじゃないですか。だからその学生がやってる勉強してるってでしてないよっていうのはその人たちの美学なんですよ。やっぱりその勉強してないでもできちゃったっていうのはやっぱかっこいいじゃないですかね。しなくてもできる、すごいかっこいいことだと思うんですよ。だからかっこいい、かっこいい美学にもっとって電話してるんですよ。してないしてない、ゲームしてるみたいな、かっこいいっすよね。うん、まあその中でも本当に勉強してないやつが、点数も悪いやつもいるんですけど、でもね僕はね結構ね中学生の頃って今も中学生なんですよ。まあ今引きこもりなんでね、やっぱりでもね俺ね世界一明るい引きこもりなんですよ。この動画見ればわかるでしょ、しゃぶ中みたいな喋り方しますけど、しゃぶ中みたいなしゃぶり方って言いましたね。ゴムゴムゴムって感じでしゃぶるんでしょうかね。いや怖いですね。いや怖い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 、本当になんか俺ガチでしゃぶ中なんじゃないかなって思われる方もいますけど、違います。単純に俺はそのテンションがやばいだけなんですよ。だからその僕の目標っていうのは、人生の目標はテンションの高さとかそのマジ吉度で薬やってるやつに負けないってことが僕の目標で、薬やってるその薬の力を使って吉がいになってるやつに俺負けたくないんだよ。ドド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 ドみたいな感じで脅かしたいんで、そういうやつ、ね、薬やってるやつを、あ薬やっても俺はこいつのマジ吉度に勝てないんだみたいな感じでね、マジ吉の王になりたいんですよ。でもね、人に迷惑をかけないようにしますけど、やっぱりその人に迷惑をかけることなんで嫌かって、自分がされたから嫌なのが嫌なんですよ。やっぱこれは小学校の道徳なんですけど、やっぱ小学校で習う道徳ができてないやつが多すぎる、 YouTuber には。うん、ね、なんでだって嫌じゃん、自分がね街中でダンジャンジャンジャンって感じで、その竹下通りみたいなのをね、ジャン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 って感じでこうやって飛んでるやつがいたら嫌じゃん。そんななんか外出たくなくなるじゃん、うわなんかやばいやついる、引きこもろうってなるじゃん。俺はなる、嫌だもんそういう人がいたら、ゾワーゾゾワーゾみたいな感じで吠えてる人がいたら俺嫌だもん、嫌だ。だから俺はそういうのを外でやらないで家でやったりとか合成したりするようにする。うん、なんかね技術があれば、だから僕は技術がないからこうやって喋ってるだけなんですよ。まあ、そういうことで今日は僕の 100% が見れた感じがって感じでね、こうやってこうやってね、この録画ボタンを停止するのかって言ったらね、iPhone X が死ぬまで俺喋りますってね、声帯はもう死んだんです。そうです、ですが再生してね、おーってね、いい声を手に入れました。はぁ、疲れましたね。これ全部映ってないんじゃないかなっていうね、一物の不安はありますけど、一物の不安ってなんか、ね、一末の不安でしたっけ、一物の不安ってここの不安ってことだよね。ジャンプしないと見えないからね、結構高いんだ。今ジャンプした。ちょっと待って、一物の不安やるわ。一物の不安。今チンコ見えたよな。絶対。
絶対見えた。ブルンって僕なったもん。うわーもうモザイクしなきゃダメだ、まあ、モザイク僕できないんで、なんかずっとなんか黒い点が中心にあり続けるかもしれませんけども、いやそこのとこ了承を願う。いやいやいや、でもやっぱりそのなんて言うんでしょうかね、もう僕が喋ってることはなんとなく分からなくていいです。分かんなくていいんですよ。なんかデブが吠えてるなって感じで思ってもらえればいいんですよ。それだけなんですよ。なんかデブが音を発しているって思ってもらえればいいんですよ。ちょっとね最近その動画出してない理由があるんですよ。ないんですけどね、そんな理由は。単純になんか乗り気がない。でも今日はすごい、その今まで4日分くらいかな、まあ、生放送はしてたけど誰も来ねえから、あやーめだったんです。あもう誰もコメントしてくれねえ、そろっか受験とかテストあるし誰も見てくれるわけねえか、俺くらいしか暇なやついねえっていうね、もう悲しい状況なんですよね。みんなテスト頑張ってるかい、僕は何も頑張ってないよということでね、まあね何も頑張ってないよって感じでね、ほんとみんなテスト頑張って偉いな、偉いよ。でも俺やっぱりその戦争論としてね、偉いとかすごいっていうのは人に言うのはいいんですけど自分で思っちゃダメだと思うんですよね。俺が僕がすごいとか偉いって思っちゃダメです。それってその自分を偉いって思うから自分の中の主観的人間の価値が下がるわけで、俺が1だとしたらあいつは 0.95 みたいな感じになるじゃないですか。自分偉いって思ったら自分の中で自分の人間の価値が上がってると勘違いするから、その戦争がなくならない理由ってそうじゃないですか。人を殺せるわけないじゃないですか。そうやってみんなを対等と思ってみんなの人間の価値、人の価値を 1って持ってたら、俺が1でもあなたも1、 あなたも1みたいな感じで持ってたら戦争ってならないはずなんですよ。でもどっかに勘違いしたバカがいるせいでそうやって思うんですよ。自分はすごいって思ってるね、偉いってね。足が速いの足が速いだけであって、絵が上手いのも絵が上手いだけ、俺が面白いのも面白いだけで言って、俺がマジ吉なのもマジ吉なだけである。何もすごくないし何も偉くないって思うようにしてる。これすごくない？これ戦争論文だぞマジで。うん、そんじょそこらの中学生が書くなんか戦争をなくす理由みたいなのよりはよっぽどマシだぞな。最高。おい学者簡単に学者名乗るなってことでね、はいはい博識号を手に入れましたってことでね、まあこういうね、あえてバカを装ってるって言うんですけど、あえてバカを装ってるバカなんですよね。残念ながらバカを装ってるけど、そのね、皮をめくってもバカっていうね。ああ炭酸がやられた。ここも開けられないよ。まあね、YouTuber だからここ開けるしかないよね。まあいいわ。ちょっと今日はね、あの前編終了。ちょっとこの拭くから、鈴木拭くするから。